悪い人間だったかもしれないがバカではなかったはず山形県政講和会の講師として先日山形市を訪れた小泉悠さんの言葉が印象に残ったロシアの安全保障の専門家がこう言及したのはプーチン大統領である実際はどうかロシアとの一体性を唱え ウクライナに攻め込んだものの目論見みは大きく外れた相手をなめてかかり抵抗力を過小評価したため戦闘は泥沼化1年4ヶ月を経て犠牲者が増える一方でもやめようとしない愚かな判断を繰り返しているとしか思えない最近は選挙中のザポロジエ原発に ロシアが爆発物のような物体を設置したと報じられている欧州最大のこの原発では主要な外部電源への接続が切れ職員が退避しているという情報もあるウクライナのゼレンスキー大統領は世界が見ているとロシアをけん制した小泉さんは講演でこんな可能性についても話していた ロシア国内の反プーチンの動きを抑え込むためウクライナで核を使用するないとは思うが誰も否定できない独裁者がさらなる愚痴に踏み出すことのないように国際社会は声を上げ続けなければなるまい。